なんか素材集めてたらこいつら助けちゃって、ボイス入ってるからちょっとアーカイブ開けた。お礼なんかいいぞ。このくらいお安い御用だからな。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。はあ、コホラ竜たちがみんな逃げてしまった。せめて一匹だけでも生け捕りできていれば。生け捕り？君たちそれなりの腕の持ち主のようだな。僕がおとりになるから、コホラ竜が来たら一匹でいいから生け捕りにしてくれないか。もちろん報酬はちゃんと払う。申し訳ありません。ヴィランドラ先輩は研究のことになると熱くなってしまうんです。どうかお気になさらずに。気にしないでいいぞ。それでどうして野生のコホラ竜にちょっかいかけてたんだ？それに生け捕りだなんて。そんなんじゃないに決まってるだろう。お見苦しいところをお見せしてしまいましたね。実は私たち伝説の神秘の島を探しているんです。重要な手がかりがコホラ竜にあると風の噂で耳にしまして、竜戦の州のガイドもいないのにコホラ竜に接触するのはやはり無謀でしたね。神秘の島？ええ、竜戦の州の伝説にはある謎の島が出てくるんです。先輩は自分の研究目標がその島にあると信じていらっしゃるんですよ。というわけだ。さっきの件もう一度検討してみてくれないか。さっきの件って、人間をおとりにするなんて真似絶対にやらないぞ。そうか、ならこれ以上話を続けても時間の無駄だな。他の方法を考えないと。先輩。わかったわかった。さっきは確かに助けてもらった。感情からしても理屈からしてもここは礼を言うべきだと思う。本当にありがとう。素直じゃないやつだな。カーリャ、そろそろ行こう。本当に申し訳ありません。ヴィランドラ先輩は人付き合いに疎くて。気にしないでいいぞ。じゃあな。あんな二人がチームを組んで冒険してるだなんて不思議だな。それにしてもあのお姉さんが言ってた神秘の島が気になるんだよな。なんかあの地図になかった島のことかな。だってもしかしたらお宝があるかもしれないだろ。今まであれだけ不思議な場所を探索してきたんだし、神秘の島とやらを見つけるのだって楽勝だと思うぜ。それもそうだな。あ、でもさっきのお姉さんが神秘の島は竜戦の州の伝説に出てくる島だって言ってたよな。部族の奴らに聞いてみるのはどうだ。善は急げだ。早速次の冒険を始めようぜ。聞こうって決めたはいいけど、誰に聞けばいいんだろうな。うん、確かに神秘の島は竜戦の州の伝説と関係してるってあのお姉さん言ってたしな。竜戦の州の族長ならきっと何か知ってるぞ。ん？完了？神秘の島を探す者。え、完了したけど始まってたの？あ、これか。あの部族なんていう、部族任務みたいな。なんだっけ、あ、これなんだっけ、部族見聞、これか。え、あいつら助けるだけでよかったってこと？1/3、一応いけたけど。まあこういうなんか細かく3個に区切られてんだろうね。3部構成。一応受注だけはしてたからね。なるほどね。で、これはもう受けてる状態なの？あれ押したら受けることになるのかな？
と、あ、受注可能が表示される。別に今いいんだけど。なるほどね、受注してでクリアすると。で、一個一個はそんなに時間かかんないのかな。まあいいや、今いいや、とりあえずちょっと素材集めてアーカイブ区切ったら、あの地下のところに行きたいから。なるほどなるほど。で、こっち方面。サーフボード貸そうか。あやばい、あれは粘素が、粘素が尽きる。あれ、これ尽きてんじゃん。あれ、そんなことある？あれって使ったら尽きるのかな？俺が配信外で使ったんかな？あ、やべ、なんか始まっちゃった。なんか始まっちゃったな。報酬が楽しみですね。楽しいね。楽しみだね。評判任務みたいな感じですか、部族ごとに。そう、部族ごとにあるっぽかったね。一応なんか昨日か一昨日か受注だけしといたんよ、解放されたから。金髪のお兄ちゃん、それは風流ペンギンたちをおびき寄せるために置いたの。風流ペンギン、私とイーワイはちょうどここで風流ペンギンが岸辺に上がってくるのを待っているんだ。どうせ他にやることがないからね。イーワイはいい子だね。我慢だよ我慢、焦っちゃダメ。とにかく私たちはもともとここで遊ぶつもりだったの。普段はロンゴジさん以外誰もここに来ることがないしね。だからここは私たちの秘密基地みたいな。それがまさか今日はあの風流ペンギンたちに先起こされちゃって、だからね、おびき寄せようと思って魚肉を用意したんだ。風流ペンギンたちは魚肉が大好物だから。多分距離が遠すぎて魚肉の匂いが届いてないのかも。もし岸辺までおびき寄せることさえできれば。もしロンゴジさんだったら多分岸辺にぶつかって上がってきてもらえばいいみたいなことを言うはず。でも私といい場合力が弱すぎて逆に突き飛ばされちゃいそう。まあこれはなんか世界任務を受けるわけでもないんだな。一応これやっとこうか。あ、ここはまあおいおいやるとして、あれ、これ素材は、あれ、これ素材は、あ、ここ地下のやつか。あ、これ全部地下か。あれ、この辺りどうやって入るのかわからんね。ここはなんかわかりそうだったんだけど。確かなんか受け取り可能。なんか入り口があるのかな。これで行くとか。そういうわけでもない。そういうわけでもないな。どっかから多分入れるところがあるんだろうね。どうなってんだ。上から行くとかでもないよね。
入れそうな場所とか特に見当たらないけどな。気になるな。あれ、あそこにもあれがある。あ、こっからん、あそこに繋がってんのか。あ、途中から多分乗れるんだこれ。途中からでも乗れるんだ。じゃあ途中で降りることはできないんだ。あ、降りれ、あの解除したら降りれるんだ。しかもここめちゃめちゃギリ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 の境界ラインだったな。どっから入るんだろう。どっかこっちか向こうから入って下でつながってる感じかな。剣女盤石、薬も毒になり、命の重みを知りなさい。加速するよ。天道万象、治療しないとな。どこから入れるのかな。名もなき物品、とても古い年代に作られたもので周囲の年数に影響を及ぼすことができるらしい。ほう、これが関係してんのかな。ちょっとここでアーカイブ区切っとくか。